はい、今回のスタート地点はですね、ちょうど正面がですね、桜ヶ丘のね、中学校、桜ヶ丘中学校ですね。今日はですね、2023年4月の12日、時刻はですね12時3分。もうここは桜が丘、ちょっとゆっくり行きますかね、ここはね。ここは桜が丘なんですけれども、もう桜の時期はもう過ぎたみたいですね。もう桜の花は見えないんだけど、時々ですね、桜のね、花びらがですね、舞う時がありますよ。少し何だろうかと思うとですね、今ちょっとここから、ここがね、桜ヶ丘中央公園っていうところですけど、ここでね、ちょっと右に行っています。今見えますかね、公園にもですね、桜の木があってですよ、少し花があるんですよ。だからそういう花のあれがですね、花びらがですよ、風に散ったよなっていう感じですよね。はい、まあほら、もう何も言わなくてもこう分かると思うんですけど、この道の両脇にですね、あれですよ、さつきとツツジですかね。この辺りはね、もうね、今から咲く花もあるし、もう咲いてこう、散るっていうか、何ですかね、べちゃっとなるんですかね、花びらが大きいだけにですよ、咲いた花の横にべたっとこう、ちょっと待って、この辺りはまだ新鮮ですね。今ちょっとあれを調べてみましょうか。いや、風のね、強い。もうあれだな。風力。もう後からね、左行きます。いやね、鹿児島の桜はですね、今年はちょっと鹿児島市ですよ。うまいことタイミングが合わなかったけど、ほら、この左右の、木ですね。これ何系あれ系いやいや、自信がない。あそこのね、ここ左行きます。のこけ。瑞穂通りっていうのがあるんですけど、下新田、上新田を結ぶですね、幹線道路みたいなのが。そこにはですね、花水木がですね、こう、の、あれがあるんですよ。並木が。でそこにはですね、何本かの木にですね、花椿って書いて、花椿じゃないや、何だったんですかね、ほら、人と養蚕の、いやいや、今ね、この右にほら、イチョウの木があるんですよ。で、さっきのな、花水木。で、イチョウの木はですね、今、電柱とほとんど変わらないような一本の線にしか見えないんだけどですね、これね、去年の暮れにね、ここ左行きます。去年の暮れにですね、バッサリ切られてですね、もう一本の棒みたいになったところに新芽がこう出だしたんです。だからそれをですね見て、枝先にはまだ新芽は来てないよなと思った時に、その花水木が飛んでしまいましてですね、
花水木が飛んだというかですね、だったんですけどもね。ほんでここほら前を見てください。桜ヶ丘中央公園でしょ。で向こうから来たんですね、さっき、桜ヶ丘中学校の方から。でもう一回向こうに行きます。でなんでそういうことをするかというとですね、中学校に、まあ小学校もあるんですけど、西小学校というのがですね、まあ小中学校の、今こう通ってきたでしょう。あそこからですね、通学路としてこのここからまっすぐ行かれた人もね、多いんじゃないかと思ってですね、ぐるっと回ってその花水木とかツツジとかサツキなんかのこう話をしながら来たんですけど、もしかすると40年ぐらい前にこの辺りを離れた方々はさっきのその左右のサツジのサツキツツジの植え込みを見られなかったんじゃないかな。はい、ここですね。ここはほら正門が見えるんですよ、この桜ヶ丘中学校のですね。ちょっと待ってくださいね。ここゆっくりどうしようかな。ゆっくり右に行きましょうかね。右に行きますね。こっちを見られた場所。ああ、すいませんね。はいはい。そしてここが小学校ですね。正面です。どうしてもですね、学校関係はこの横を通り過ぎるだけなんですけど、チャプターにはピシッと書きますからね。小学校とかほらこういうところをの周囲の景色、さっき言ったみたいに通学路だったところなんかをですね、分かっていただきたいんですよ。ここが今の自分たちがこう、ここ左って言いましょうかね。ここは行きやったけ、行き止まりやったかもしれないけど、参っていますね。学校周辺がどう変わったかっていうのを見ていただくには、やっぱりその学校の位置がはっきりしないといけないですからね。行けた行けた、右に行けましたね。ですからこの小学校ができた時の頃の通学路とこの辺りは多分違ってると思いますよ。住宅がいっぱい建ったりですよ、その頃はその住宅地としてのあれは区画はあったかもしれないけど、そこにはまだ家が建ってなかったとかですね。まだ左にも行けましたがよ。だったらちょっとここから出てからぐるっと回ってみましょうかね。ここですよ。ここが案外通学路になってたのかもしれない。ほらほら、ここなんか、もう前は崖ですね。住宅はないんじゃない。くどいようだけど、あれしましょうかね。その学校に行く通学路にしたとしたら、生徒さんはこっちに行くはずですよ。いや、私だったらって意味で、私だったらこっちからこう行くと、こんな風にして、そうですね、40年ぐらい前だったらこの景色は違ってたかも。でこっからほら校庭、こっから校庭が見えますね。校庭が見える。いや、校庭が見える小学校中学校って案外ないです。
よかったよかった。こういうことです。ちょっと思いつきでもですね、コースを変えてみるっていうのもいいかもしれない。もうここはもうまっすぐ行きますからね。ちょっともう前で止まりますからね。はい、左に行きましょうね。いやー、あれですよ、この桜川丘もですね、空が近いですよ。なんですかね、ここ自体も、海抜100メーター以上あるんでしょうけども、周囲にほら大きな3階建てとかそういうのがないですからね。ですからね、空が近い、広々とまた見えますよ。こっからがですね、桜が丘でいわゆる桜並木っていうのはですね、こっから下もだけどあれですよ、終わってます。桜をの花を眺めるにはですね。でもですね、このね、ここの今からずっと降りていくこの桜はですね、鹿児島市内ではですね、早咲きですよ。早い。甲突川河畔のですね、桜がですね、まだつぼみの頃でもですね、咲いてましたよ。あ、葉桜でも結構いいですね。それとこのほら植え込みの何ですかね、紫のラインが縁取りになってですよ、アスファルト道路のこのグレート、それからその向こうにある左側ですけどね、緑をこう何ですかね、際立たせるっていうか、この辺りはほらまだ咲いてないですけどもね、桜の花も木もそうでしたよ。場所によってですね、咲き誇っている桜、このほら道路の左側、停車中の車の上の方で風にこう気持ちよさそうに揺れてるでしょう。いいですね。花がね、花芽がついた頃のね、桜はね、なんかね、寒々として風景的にもね、もう一つっていう感じだけど、花が終わった後のこのほら葉っぱがこう出揃ったっていうんですかね、これはいいですね。だから桜は花もだけど満開もだけど、その満開の花がハラハラと散るところがよくて、ほんで今みたいに、若葉がこう何ですかね、出揃うっていうんですかね、咲き揃うっていうのを3回、まあもちろんその後も楽しもうと思ったらできるんでしょうけど、あ、これにあれですね、サクランボの実がなるとまた違うんでしょうね。サクランボのグリーンの実がですよ、硬い実がなって、でそれがまたこう徐々にこう熟していくわけですよ。もう鹿児島じゃサクランボの、実が鈴なりになったっていうところはほとんど見かけませんけど、この道路沿いではですね。でもあれでしょうね、そういうところもあるんでしょう、日本中にはですね。いやー、このあれですよ、この車載カメラ GoPro ですね、さえあれば簡単ですよ。この車の上にフロントガラスにですね、
300円、300円ですよ、3000円じゃないですよ、100円玉が3つあればですね、100円玉をでじゃなくて、それで要するに材料代300円ぐらいあるとですね、こういう映像が撮れるわけですよ。あ、それとその GoPro とかですね。で、その GoPro もですね、普通ではですね、一般常識としては、このカメラ界の、こっから行けるんじゃなかったっけ、今、車が出てくる、ここちょっと行ってみますね。カメラ業界ではですね、ああ、行けた行けた、こっから初めてじゃないっけ、こっちから行くのは。GoPro はですね、すぐに、あれ、ストップすると。ストップするって言われてるんですけども、私のやつはですね、私のやつはっていうか、ちょこっとした工夫で、そうですね、あと200円ぐらい。ちょっと待ってくださいよ。あれ？こっちか。こっちですね、あと200円ぐらい、材料費が500円ぐらいあるとですね、5時間ぐらい連続でですね走ってもですね、山鳩だ今のですよね、なんか普通キジバト、ちょっと待ってくださいね、いやこっちだったっけこっちだったけと思いながら走ってるんだけど、いやー違ったかもしれないですね。いやいや、あそこのほら、高徳寺の方に行けるんじゃないかなと思ったけど、違ったかもな。まいっていますね。いや、人ん家に行くことはないと思うけど、どうだろう、どうけ、あ、こっちかも、ちょっとバックしますね、正面は会社かもしれない。これが楽しいですよ、道に迷うのが楽しい。ここは人の家、あ、違いますね、違う違う違う。こ皆さんもドキドキするでしょう。いや、ドキドキはしないか。まあ、YouTube にアップしてるっていうことは、曲がりなりにも、そういう人の家に行ったりしなかったから、YouTube に上がってるってことで、ということですからね。あれあれだけど、あれだけど、いやいや、だけどほら、こういうふうに知らない風景に出会えますからね。あ、右にあれがある、坂がある、これですよこれ。やっぱりね、変に詳しくなりたくないんですよ、リスナーさんから教えられた道とかですね、そういうところにはですね、行きますよ、行きますけど、全てに詳しくなりたくない。リスナーさんから教えていただくですね、コースで鹿児島を知る喜びとですね、それからこう左の方はですね、貯水池みたい、あ、ここでいいんだいいんだいいんですよ、住宅街が見えてきましたもん。いやいや、最近のこの、あそこだ、あそこか、いやいや、自分が納得、いや、こっからですね、こっからほら、こっからは何度もあれして、あそこか、いや、こういうあれですよ、最近ではこの初心の頃のなんすドキドキ感、どこけここはっていうやつ楽しみましたよ。わかるでしょ皆さんは、あ、あそこかってやつで、せっかくだから
あそこまで行きましょうかね。今ですね、20分ぐらい走ったんですよ。スタート地点からですね。で、いや、ここに出るとは思わなかった。思わなかったけど、なんか、充実ですよ。ここがほら、高徳寺だっていう、あれのですね、で、今の4月の、10日かの高徳寺と、それからのあそこの違いです。桜が丘の違いという感じですね。で、まあ左の方に、ここまで来たのはね、左の方に山形屋プラザが見えるんです。はい、ということでですね、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。